高齢者など、重症化リスクの高い方に確実に医療が受けられる、その体制が重要であります。さらに、自宅や高齢者入所施設等での療養されている方に対する健康観察や必要に応じた医療の提供を的確に行っていくこと、さらに重症化リスクの高い高齢者等が確実に医療機関に受診できるように、引き続き医療機関の確保や受け入れ枠の拡大等に取り組むとともに、リスクの低い方、重症化の心配のない方につきましては、それを活用していただく本市独自の取り組みとして、抗原検査キットの配布及び臨時オンライン診療を年末年始に実施いたします。まず、年末年始における、医療機関のと薬局の開設であります。12月29日から1月3日まで、昨年度の5倍以上にあたります146の医療機関が開設していただきます。また新たな取り組みとして薬局も142箇所にご協力いただきます。さらに年末年始の午前10時から午後5時まで京都市急病診療所に発熱外来を開設します。次にさらなる京都市独自の取り組みについてでございますが、まず抗原検査キットの配布について、検査キットをお持ちでない場合は、表示資料に記載していますが、年末年始に開設する医療機関等でご相談ください。また専用ホームからお申し込みいただき、1日あたり2400セットの検査キットを自宅で配送できる仕組みを構築します。重症化リスクの低い方は検査キットを使っていただき、検査結果が陽性であれば、陽性者登録をご案内します。そして陰性の場合はインフルエンザが疑われる場合等はございますので、京都コロナ医療相談センターに相談の上、医療機関の受診につなげてまいります。これにより重症化リスクの高い高齢者の方が確実に医療機関に受診していただくようにしてまいります。次に京都市臨時オンライン診療の設置でございます。年末年始も開設していただく医療機関、急病診療所があるわけですけど、それに加えまして臨時でオンライン診療を実施し、医療する医療機関を確保いたします。京都市臨時オンライン診療は京都市公式ホームページ京都市情報館からお申し込みいただけるように対応してまいります。12月29日から1月3日この年末年始においても、必要な方に必要な医療をお届けするために万全を期してまいります。そのために市民の皆様のご理解、ご協力をぜひともよろしくお願いします。